こんばんは。怒ってる怒ってる。もう本当に今までにないぐらい激怒。激怒タイム。本当に何やってんだろうね。本当にムカつく。何やってんの。もう切れたよね、自分に。もうダメだ本当に。掃除機のねフィルターを変えようと思ってガタガタガタパーンパーン、もう本当にね、ここショールーム始める5分前に、まあ5分前に掃除機のフィルター変えようとした自分も悪いけど、もう本当にびっくりよ。綺麗にするもので、こうしたらもう本末転倒。もうね、今さっきまで一気にね、その綺麗になったフィルターでフィルターの中にあったものを吸い込むっていう、なんだろう、なんか最初に戻るっていう掃除をしてました。めちゃくちゃ強力だったよ掃除機。まあ一応元には戻しましたけど、うん、そんなにホコリっぽいこともなく、まあ、窓開けてやってたからね、そんなに舞いはしなかったんだけど、ちょっとおこです。テロップ書こうかな。まあでもこのあとショールーム終わったらね、また掃除すると思うので、掃除する意欲が湧いてくると思います。ああやらかしてしまったよ。20分遅れてスタート。そう、これでね、そう、それで20分遅れました。黒パーカーに黒髪だから髪を組める。ほんと？黒パーカー。今日はね、撮影がありましてね、いっぱい撮ってきました。まあ、でもその写真がいつ公開されるかって言ったら、いつぐらいなんだろう、結構後になりそうな気もするけど、6月ぐらいとかかな、時期的に。生写真、そう、生写真撮影6月とかかな多分。なんか顔が丸くてびっくりした。 無修正無加工の私が、え、顔丸って思ってショック受けた、ちょっと。やっぱダメだ、ホールケーキ食べなくてよかった。カメラ汚れてる。違うの、なんか日がこれ
これ汚れじゃなくてなんか日差しが入ってる。なんか確かに ぼやけてるね。ちょっと今日はショックを、二重ショックですね、本当に掃除機のフィルターといい、明日はお話し会があります。明日は夜からですけど、3時間目の時間が変更になっているので、お忘れないように。広島ね、ちょっとなんて言うんだろう、緊急事態宣言のなんか軽いバージョンみたいな、なんだっけ、ちょっと陽性が出てて、8時までには終わらせないとなんですよ。そうだから気をつけてください。3時間目撮ってる方、3時間目が一番撮ってそうだなって思うけど、いや本当に緊急事態宣言とかあれね、どんどん増えてくよね。いや私さ、ソラハとのお仕事でさ、なんかソラハがさ昨日ね、ゆうかちゃんって今度のお仕事のロケ沖縄やでって言ってきて、えぇ、ー、みたいな、めっちゃ楽しみやんって、昨日ね教えてくれてね、え、私沖縄行ったことないから初めてって思ったらさ、今日かな、沖縄2月7日まで緊急事態宣言出てってさ、沖縄なくなり、そうなくなったと思う私の初沖縄は遠のきました。行きたかったな。まあしょうがないんだけどね。うん、まだ一回も沖縄行ったことない。まあね、皆さんも体調にはお気をつけてくださいませ。うん、私もっていうか、私もっていうか STU48 メンバー全員 PCR 検査と抗体検査受けたんですけど、武道館終わった後ね、スタッフもメンバー全員陰性なんで、ちょっとねようやくなんかほっと一息って感じです。そう、めっちゃ気をつけててる。だからね、直射見しよう。まあ皆さんも体調にはお気をつけて。ゴミのせい、いや確かにハウスダスト待ってるかもしれん。もうね、抗体検査には慣れ始めてきてる。でも私末端冷え性だからかな、分かんないけど血が全然出ないんだよね関係あるのか分かんないけど全然血が出なくて進めないんですよ。なんか巡り悪いのかなって、わかんない、関係あるのか知らないけど、なんかパチンってこう針がねピャって出て、こう
血をスポイトで採取するんだけど全然出ないから、こうやっていつもこうパチンって穴開けた後にこうやって流してる。痛そう。でもなんかまあまあって感じ。音にびっくりするぐらい痛っぐらいの。そう、押し出してる。全然出ない、まあでもこれからも気をつけてかないとね。聞いてほしいんやけどさ、私鼻怪我してから鼻のほくろなくなったんよ。まあ、化粧で隠れてるのもあるけど、本当にね、ちょっと光ってるから分かる。めっちゃ薄くなったの。ちょっと全然見えない。なんか穴開いたんよね。あ、ちょっと分かる。ここ今かさぶた見えないね。いますよね、かさぶたみたいになってる。なんか多分かさぶたの下にほくろあると思うんだけど、なんかねすごい。そう、えぐれた。なんかめっちゃ見えないね、ショールームじゃ。そう、だから不思議な感じ。なんか自分の中に何か点が足りてないって感じ。まあいつもメイクで消えるんだけど、消えるっていうか薄くなるぐらいなんだけど、なんかね本当にメイクで完全に隠れるぐらい薄くなったって感じ。書いて出かけないと。書きはしないけど、たまにメンバー書いてるメンバーとかいると、なんかここら辺とかさ、こことか、私はもういっぱいほくろあるから書き足すことはないけど、なんか女子のメイクとして書くメンバーもいる。泣き袋、泣き袋なんか一応あるかも。これはどっちに分類されるのか分からんけど、そう、最近のお顔事情。ほくろがえぐれた。レーザーで消す人もいるのにね。ね、レーザー治療できるらしいね。でもなんか再発するらしいよ。ほくろって、私もだってちっちゃい頃一個もなかったけど、どんどん増えてってる年々。
や最近なんかさほくろっていうかシミが怖くてさ、シミ予防のなんかスキンケア使うようになってきた。全然日焼け止めとか気にしたことなかったんやけどさ、やっぱほくろもシミもさ紫外線だからさ怖って思って最近日焼け予防してる。予防中。年取った後に差が出るねって言うよね。なんか今からやっとかないとみたいな。後悔するんだろうかこの先の私も。見えるとこにあんまほくろないよね。あるよ、顔めっちゃあるよ。でも化粧で隠れるけど、すっぴん時めっちゃある。でもショールームは多分見える限界が、なんだとおでことかもねある。でも配信だから見えてないか。そう、でも多分本当に実際に生で握手会でちゃんと見ないと、見る機会ないと思う。私生写真とかでも多分修正で消されてることほとんどだから、顔のほくろあんまりねなんか映ることない。自撮りでも消えちゃうよねだから本当にね多分あるけど、こことかもなんかほらもうだってこんぐらい離れたらもう消える感じなんで、生で見に来てください。オンラインの時見てもいいの？オンラインは絶対見えないと思う。ほくろの数数えに行きたい。ほくろ数えたら増えるからやめて増えるっていう。目の横のほくろ、目のちょっと目の中のやつも見に来てください。じゃあ見に来てても、いや見に来てもいいけど、数えたら増えるから。えた、そうなんですよ。はあ、まあまあいいんですよ、ほくろの話は寒い、暖房つけてるのに。さんは左と右のどっちの角度が好きなの？私はね断然こっちの顔が好き。なんだろうね、今日もね生写真撮影の時にカメラマンさんにどっちの顔が好きですかって聞かれたんだけど、あ左ですって。だから立つ時も左側に立つ時が多い。並ぶ時とかもでこうやって写真撮る。右にあんま立たないから、まあ立つ時もあるけど、右に立ってる時は顔だけこう。そう、なんなんだろうね。
何がいいってわけじゃないけど、なんか難しいんだよね。まあ右、なんか目元は右の方が好きなんですよ。なんだろう、二重幅とかも。でもなんかこう見た時の鼻の形とやっぱこう分け目がこっちなのと、あとこっち上にほくろが多いのと、なんかその他もろもろ兼ね合わせて私はこっちの顔が好き。うん、目だけで言えばこっちの方が好きなんですよ。なんか最後まで二重幅がいってる。なんかこっちは途中でここら辺で終わってるんですよ、謎の謎の。だからうん、難しい。こっちをこう入れ替えたい、なんか福笑いみたいにカチャカチャって。うん、だからまあ右で撮ることないかな。右だとこうなります。あんま見せない。左はこっち、よく見せる方。雰囲気違うかも、ちょっと違うかもしれない。左右対称の人ってだからすごいよね、黄金比って感じ。私はめちゃくちゃ非対称です。明日寒いって。明日寒いの？みんなも気をつけて、風邪ひかないように。寒そう。私も足がもう冷たいです。すでに寒いね。なんかね、温まらないんだよね部屋が。なんでだろう。若干ドア開いてるけどそんなに影響あるかってぐらい。なんでだ。寒い寒い。もこもこ靴下履くしか、履こうかな、ちょっとあるのよ、私の冬を助けてくれるこの靴下とスリッパみたいな、スリッパ並みに厚いこのもこもこ靴下を履きます。これだけでだいぶ変わる。かわいい、かわいいでしょ。たまにさ夜中にコンビニ行く時とかはさ、もうこの靴下を脱ぎたくなさすぎてさ、クロックス履いていくの、この靴下に。クロックスも入らないぐらい分厚いんですよ。だからね、すごいあのすごいことになってる。履いた、あったかい。そう、なんかだから足はみ出てる、クロックス全部履けないから。足裏にカイロつけるとあったかいね。私も靴につけるカイロとかよく貼ってる。見せ方はやばい。めっちゃ普通に今日もう家の家着って感じ、部屋着ならぬ。ロンハー始まった。お、ロンハー、あれなんかドライブの CM あれかも、映るかも、瀬戸内地方の方。
ドラえぐ、ドラえぐ、団結力、なんとか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 、情報共有、仲間を信じる、助ける、なんとかなんとか。全国ではないの、瀬戸内地方。あれ全国だっけ、全国になったんだっけ。見てくれ、あ、全国だった。ロンハーチェキハーチェキチェケラ、やった、かっこよい CM になっております。私まだ出会えたことないんだよね。楽しみに。3回ぐらい見た。おお、すごい偶然やな。私自分のなんか映ってるやつってなんか広島のなんだろう、広島の番組あれなんだっけ、 テレビ広島さんかな、コロナに負けるなって言ってるやつがあるんだけど、それ永遠に自分なんかいろんなメンバーバージョンあるのに、私見るたび自分ばっかでちょっとすごい恥ずかしくなった思い出がある。すごいね、ファンの人とかはね、くちゃんが映ってるの見たことないよみたいな人いっぱいいたのにさ。私ずっと自粛期間中テレビずっと流してたからさ、自分の声がするみたいな、はっって、はっ私の声がありました。あ、そう、ひろてるさんのやつ。ありがたいね。ちょっと恥ずかしいけどね、自分が映るのは。自分の声に反応するんや。反応しちゃう、なんかめちゃくちゃ聞き覚えのある声するなって思って、テレビ見たら自分だったりする。聞き覚えあるって、そりゃそうか、そりゃ聞き覚えあるよな。足がもうなんか血行悪くなりそう、冷え性なんです。マッサージしておこう。重い、重くはないけどなんか寒い。手の甲も冷えます。でも私手より足が一番やばいかもしれない。千穂コンの VTR 笑いました。あ、今日千穂さんのソロ公演だったよね。あれ使われてんのかな、マイカーの。私千穂さんのソロ公演さ、後半から見始めたからさ、一回撮ったんですよ。なんか千穂さんのソロ公演で
流れる用のマイカーのさ動画を、あれ流れたのかな、もしかして、どうなんだろう。結構前に撮ったんだけど、もしかしたら流れてるかも。あ、流れてた、あらら恥ずかしい。マイカーがね動画で出演しております。私もね途中から見てました。どこら辺ぐらいか見てるか、恋は仮病中ぐらいから見てた。可愛かった。ちょっとね寒いからドア閉めて、なんかすごいこのドアだけじゃない気がする。なんだ、ちょっと窓開けてたんだ。閉めました全部。これで少しは暖かくなってほしい。セーターパーカーかな、違います、普通の自分で買ったやつ。千穂さんのソロ公演いいよね、見に行きたい。実際に明日は2期生かな、クアトロ、いいね。四国、あらやよちゃんや、四国といえば今日やよちゃんなんだっけ、やよちゃんねすごい今日も身のない会話をしたんだよね。何話したっけ、なんだっけ、え、なんかわかんないけどね、やよちゃんに蹴られそうになったの。なんだっけな、何話してたんだっけ。忘れちゃったなんだっけ、武闘派、そう武闘派だった、なんだっけ、でも忘れちゃった本当に身のない。でもなんかあのカメラ携帯置いて撮影してたら、自分のフォルダにほのたんさんとやよちゃんのツーショットが5、6枚ぐらい入ってた私の携帯で撮ってた、可愛かった。いつか載せます、なんか動画も撮ってた。またいつか載せます。ツーショット珍しいです。なんか最近ほのたんさんとややちゃんちょっと仲いい気がする、うん、あの9月ぐらいの時に私がほのたんさんにややちゃんを紹介した時はすごい気まずいそうな空気だったけど、なんか今日めっちゃ仲良さそうだった、そんなこともありました。矢野軍団できそう、矢野軍団。でもなんかほのたんさんそういうなんか
派閥作るタイプじゃないからな。うん、なんだろうね、なんか母って感じ。うん、母、マザーって感じ。 STU のなんか、うん、包容力、そう、それかもしれない。なんか本当に誰とでも仲いいって感じ。沖さんやと誰を選ぶの？私もね、なんかそんな特定のどこかにいるとかはないから、うん、ふわふわしております。まあでも全員集まった時、まあちょっとマイカーとかで話すことは多いかもしれないけど、まあでもそんな特定におるわけでもなく。そうそうそう、ふわふわっとしております。今みんなにチョコレート配ってないの？もうね、チョコレート配りおばさんではなくなった。昔はね配ってたけど、派閥がある。派閥はないような気もするけどな。STU はどうだろう。STU はね、そんな大きな派閥とかはない気がする。なんかそれぞれがそれぞれで仲良しって感じ。細かい仲良しが多い気がする。そんな二大派閥みたいなのないけど、なんかただの仲良しグループがポンポコポンポコいっぱいあるって感じ。でそれらがなんかたまにこうくっついてわちゃわちゃしてたりとかするイメージ。二人組とか多い。確かに二人三人とかが多いかも。2期ドラさんはそんな感じ。2期はね、あんまり2期の交友関係を知らないんだよね。仲いい2期の子はいるけど、2期の中でどういう感じなのかはちょっとあんま詳しくは知らない。ヤヨちゃんとミリちゃん、ミリアちゃんとユリニャがよく一緒にいるのは最近知ってる。
2期誰と話す？2期はパセリとヤヨちゃん。でもパセリ意外と喋んないんだよね、実際会ってからは。 LINE は結構喋るんだけど、実際に会って喋るのはヤヨちゃん。ヤヨちゃんぐらいかもしれない。うん、ヤヨちゃん、ヤヨちゃん、あれあれおかしいぞ。ヤヨちゃんはなんかヤヨちゃんから来てくれるから喋ってる。あ、リコチ、リコチも喋る。リコチはね、なんかもうね、もういろんな人に、おはようございますみたいな、元気、リコチ面白いね。リコチとマヒナさんの会話が一番面白い。なんかあんま話が噛み合ってない感じがすごく好き。意外といないね、なんかそう思ったら私。どうしよう、怖いとか思われてないかな。不安やわ。おきちゃんから行かないの？行かないかもしれない。私用がないとあんま行かないかも。あ、ユリニア、ユリニアは喋る。ユリにはなんか目があったらニヤニヤしてくる。さやかりん、さやかりんは私がただひたすら、さやかりん今日も可愛いねって言ってる。顔面が拝ましてもらってるって感じ。一期生の推しの顔がマリーナさんで、2期生はもうさやかりん。私は本当にマジ強いだからね、その2人仲いいから本当に目の保養って感じ。マリーナさんとさやかりん、私の大好きな強い顔面。ふーちゃんはどうなん？ふーさん、ふーさんは仲いいと思う。一期生はもうずっと一緒にいるからみんなとは仲いいと思う。うん、おきぽとほのたんとみゆみゆの誘惑のガーターみたいってマリーナさん言ってた。誘惑のガーターやりたい。
でももうちょっと足をきれいにしてからやりたい。誘惑の方見せるチャンスもなく愛しさは空振り。チッ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 。そこに挟まれるのなかなか大変ね。ほのたんさんとみゆみさんに挟まれるの、挟まれるっていうか囲まれるのは大変。ダンス上手い二人だからね。色気のある曲に必ず名前が上がる規模。そうかね。でも私あれだよね、あの得意ジャンルじゃないんだよね、あのダンス的に。私可愛い曲の方がわりかし得意。こう見えて体の使い方そんななってないから、ほのたんさんとかの方がダントツうまい。アイソレとかしっかりしてるから私ね、意外となんかお笑いになっちゃうんですよ、やったら。そう、難しい。なんか可愛い踊り方とかを研究する方が割と好きかもしれない。実は。実はそうなん、そう、実はそうなんですよ。千穂さんのダンスはマジで参考になりすぎる。普通にうまい。基礎がしっかりしてる人は羨ましいな。なんかオレンジになってきた顔が。アカリン、チューチュートレインできてなかったよね。フリート見てくれたんですか。あれはね、武道館の公演前に撮ったやつ動画。ココアさんとアカリンさんとアオイさん、あの動画の後にナナさんが来てやるんだけど撮れてなかったんだよね。チューチュートレインやってた。瀬戸内チューチュートレイン、レアなナナさんのチューチュートレインを見せたかったんやけど撮れてなかった。
動画とかも結構あるんだよね私。定期的にフリートに載せてこう。そう、貯めてるの。お楽しみに。3月13日に行きたい。ああ4周年確かにいっぱい撮りたいね。メンバーに会いたいな。そういう気持ち大好き。STU メンバーが好きすぎる。4周年のユニット予想しよう。どうなんだ、ユニット曲とかあるのかな。なんか3周年の時がさ、3周年のセトリがさ、全曲 STU メドレーっていうか全曲 STU の曲だったからさ、4周年もそうなんかなって思ってた。すごいよ、 STU 曲で2時間半ぐらいできるんよ。もうすごいよね。まあでも確かに他のフォーテイトグループの曲をユニットでやりたい気持ちもある。全国ツアーとかみたいに。うん、菜の花みたい。菜の花ね、やるかな。選曲はメンバーも話し合いに。あーどうだろう、なんかキャプテン副キャプテンとかは参加してるみたいな聞いたような気もするけど。どうなんだ。ワルキー見てみたい。ワルキー、筋肉を探せてよ、どんな感じなのか興味があるのよ、男の子って不思議だね。ちゃん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 、したことない曲でやってみたいのは、したことない曲でやってみたいの48? STU で？どっちやろ。 STU だと一瞬のスリルがやりたい。めっちゃかわいい。あれ48だとなんだろうな、何がやりたいだろう。いっぱいやりたい曲あるけど。可愛いよね、一瞬のスリル。プリが可愛いっていうか。一瞬のスリル。好きの種。好きの種やりたい、STU で。STU ショールーム選抜めっちゃ多いのに。でも
みゆみゆさんがソロ公演でやってるんだよね、好きの種。全然披露してないからしたいな。多分フォーティエイト全体でも全然披露してないんじゃないのかな。私もリクアワで一回やったぐらいで、一応折り面なんだけど全然披露してない。そう、ただのただの好きの種、今はまたまたただの種、めめめめが出るか花になるか恋になるか、簡単に好きと言えないよ、僕はそんな強くない、ちゃんと土の中で育てたいんだ、そしていつかは身になる、君のことが好きだ。懐かしいやりたいですね。むむ、弁当頑張った前で、弁当頑張ったね、あれすごいよね、加入3ヶ月ぐらいですごいわ、入れたの。なかなか、懐かしい。あと12分、え、早っ、もう終わっちゃうじゃん、今日が、今日という日が。どうする、今日という日が終わるよどうすれば何もって感じ。20日になる、あやー、1月20日ちゃん、この後掃除、そう、私この後掃除します。119番の日が終わってしまう、確かに119番の日終わっちゃうね。明日は120、最近眠い。お疲れ様です、皆さん、今日も一日お疲れ様、ハートありがとうね。すぐ2月になりますね。早いよ、もうすぐ MV とか解禁されるのかな。あさってチェキ会、そうです、あさってチェキ会です。ショールームで多分書くかな、わかんないけど、楽しみに。
8月20日は正月の祝い納めの日みたい。祝い納めってどういうこと？明けましておめでとうが言えるのは20日までみたいな、そんな感じ？わかんないけど。どういう祝い納めっていう言葉の意味があんまり分かってないんだよね。おめでとうできるのはこの日までみたいな、そういう感じ。1月21日はね、ドラフト会議3周年なので記念、なんか記念配信ばっかりになっちゃうけど、まあ、記念配信みたいな感じでやりたいな。まあ明日は普通に特に何もなく、うん、ドラフト会議の日なんかしたいな。何しようかな。でももうなんか食べる系はちょっと控えようって思った。今日撮影の自分の顔を見て何かしたい、うん、気持ちではある。ホールケーキはちょっと痩せたら食べようかな。ちょっとだけ気持ち戻そう。フードかわいい。ほんと？ハートありがとう。そろそろランキング読もうかな。じゃあ壇上をね、おっとっとそろそろ読みたいと思います。それでは読みます。13位がマピさん、12位ちしたさん、11位あまじょさん、10位がとわさん、9位がピッカさん、8位がゆうきさん、7位が中澤さん、6位がななしまるさん、5位が平行さん、4位がかずのりさんでした。13位から今までの皆さんありがとうございました。そして3位がトニさん、2位がザックさん、1位がこばちゃさんでした。3位から1位までの皆さんありがとうございました。というわけでね、壇上の皆さん、コメントしてくださった皆さんありがとうございます。今日もショールームを見てくださって、うん、明日はねお話し会があります。まあ明日はね夜からなんですけど、声が特に可愛いなと、言い慣れないことを褒めてみる。声ね、声言われなんかたまに言ってもらえるんだけど、嬉しいけど、めっちゃ嬉しいけど、私結構本当にあのゴミボイスだよ本当に、うん、イケボ、カワボ、いろいろあるけど私ゴミボだよ。だからね、すごいありがたいけど、変わってるなと思います、うん、そうそうそう、なんか自分の声聞いてられんもん、録音とかした時の、ふわーってなる、悪い意味で。まあでもね、好きって言ってもらえて嬉しいです。本当にありがとう。声は高齢になっても変化が少ないから一生の仕事につながるらしい。
だからかなんかサザエさんとかちまる子ちゃんとか声優さんも何十年も変わらないみたいな。確かにさ声優さんのさめちゃずっとやってる人とかってさ声となんか年齢があんま一致してない人多いよね。え、この人こ何歳この年なのみたいな人多いよね。確かに。声って変わんないんだ、すごい。どうしよう、おばあちゃんゴミボーとか言われたら私泣いちゃうよ。ちょっと初めて知った。でも知ってる？なんかの少女漫画で見たけどさ、人がさその他人を忘れるときにさ一番に何を忘れるって声から忘れていくらしいよ。悲しくない？ハートありがとう千個。声が一番最初にいなくなっていくらしい、記憶から。とても切ないね。忘れないで私の声も。私結構人の声脳内再生余裕なんだけど、まあ覚えてるからか今は。なんか頭の中で全然再生できるんだけど、その人の声。サザエさんで前の声優の声思い出せなくなると寂しい。確かに。どうなんだろうね、思い入れがあるもんね。まあ、また声についてはちょっと語りましょう。ではそろそろお休みをしましょうかね。今日もありがとうございました、見てくださって。じゃあ59分になったらいっぱいブワーっとやりますか。あ、59分になった、おやすみ。本日は見てくださってありがとうございました。前髪伸びたな、ぼやー。また明日お話し会で会える人はお会いしましょう。ありがとうございました。ピースピースピースザピース。あー、原ゆこうぜ。ありがとう、おやすみなさい。おやバイバイ、おやすみ。消えるかな、いつ終わるんだろう、ちょっと微妙に分かんない。カニカニポ。